どうもエルザです。それではウォッチドッグスレディオンやっていきたいと思います。さあ今回は獣の腹の続きだね。保管室へアクセスということで、敵対してなければっていうところなんだけど、あそこにどうやって入るかなんだよな。結局その上に行くのよ。入り口だけど、そうだね、多分セキュリティ解除して。開けないと。めちゃくちゃバレるよね。そういった意味では AR クロークは超便利だね。これだって多分アルビオンの警備員には必ず従ってください。従わない場合は相応の最新犯罪異常を検知、調査を開始します。鎮圧はできたっけ。以上で集まることは犯罪行為です。まあ攻撃できるならね。んで、まあ強いな。はいはい、これで正面はいける。あー、そこからなんだね。捜索しよう。逃げられた。いろいろとやらない。入り組んでてね、よく分かんなくなってきてるんだよね。これアルビオンのだからな。よし見つけるぞって言った瞬間ね。いやー、でもこれはすごいわ。で、それに当たると何の意味もなくなる。あった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 。
これこれ。んで、次は？あれはもうこっちのもんだからね。エレベーターをそのまま、よし。なんかあれだね、画面がちょっといつもと違うね、ロード中のね。セキュリティを見つけるにはセバスチャンをはじめとしたマイクロドローンを展開するしかありません。まずはレーザー網をやり過ごす必要があります。スパイダーボットはいかがでしょう。あとは鋼の度胸もあるといいですね。やろう。鋼の度胸ね。はい、どう。あれ、そういうことではない。待って、ハイジャックしてで、だからね、ここに連れてこないといけないわけでしょ。ああ、そっからか。はい。じゃあ、頑張って。この視界の悪さはね。我々の仕事は決して簡単ではない。膨大な時間を情報収集に割いているが、見落としも発生している。あなた方は最大限努力していると評価してくれるだろう。そうだが、それでは足りない。いや、これはダメだな。我々に完璧はない。よし、これなら謙虚さが演出できるな。判断を誤ることもある。それが人間だ。だが過ちを犯している余裕はない。市民を守る最終防衛ラインだからだ。テミスプロジェクトは正義と治安維持を分けて考える。データ解析による犯罪予測を可能にし、我々が本質的に抱える欠陥を乗り越えることが可能だ。悪くない。もちろん質問は出るだろう。当然だ、過激な措置だしな。不正に利用される可能性もある。だがロンドンにはこれが必要だ。ああ、そういうことね。許可のない者は全員建物から退出してください。よ、結局そこには、あー、でもそうか、つなげて、戻るしかないのか。危な。で、オッケー。で、あった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 。これが閉じるわけね。あー、なるほど。さあ、セバスチャン、今こそあなたの使命を果たす時です。パパのためにセキュリティを突破してください。よし。おー、マイクロドローン。レーザー発射できるんだ、すげー。これいいな。
実際のちっちゃいドローンってこんな感じだよね。でもさ、確かにドローンでレーザー撃ってきだしたらやばいね。さあセバスチャン、セバスチャンやるぞ。あ、いた。あ、これか。まあでもね、ドローンでそのうち攻撃できるようになるんだろうね。やばい、ダメージ高っ。ぶつかるともうそれだけで弾き飛ぶからね。んで、あ、うわー、なるほど。しかもこれどこ抜けんの？え、どこに抜けていくの？はあ、どれ？セバスチャン、そんな。ちょっと待った。あそこ。ああ、こうやって見たらわかるね。いや、見づら。ああ、風か、次は。ほうほうほう。よっ、電気を壁にしながら。はい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 。で、次は？すごい。おー、やばいやばいやばい。いいえ、入れる？よし、もうちょいかな。ほら、レーザー、よし。また熱か。と、こっち。はあ、やっぱちょっと入るな、タイミング悪いと。あそこに向かってたね。よし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 。やばい。あー、つい通り過ぎてからダメージ入ったね。あー、
まだ？かと低い方が難なくいける感じだね。でここはダメさて、ここ問題は。ああ、一応これ通りに行けばみたいな感じではあるんだね。じゃあそういうように行きますか。なんだ、それでいいのか。このパイプ通りか。ああ、ここからね。スースースーと、やばいやばい、ちょっとずれただけでも。でさあ、だいぶいいところまで来たんじゃないかな。まだか、まだか。やばい、思い切ってみたけどう狙いすぎたか。コアです、破壊してください。セバスチャン、お願いですから、どうか気をつけて。は？え？うん？あ、ちょうど抜けてこれたからかスライディング滑り込みセーフってやつだね。セバスチャン、さよなら。上出来です、セバスチャン。これでテミスプロジェクトの計画室にも行けるようになりました。ナイジェルの一日を台無しにしてやろう。一日どころか一生ね。ロンドン、かつては礼節の街だったが、今スコアのアルゴリズム、俺が作ったアルゴリズムだ。自分の手で消しておくべきだった。どういう意味だ、ヘイミッシュ。テミスの仕組みを知ってるのか。いやいや、まあそうだな。もう何年も前の話だ。キャスが言うところの平和維持の目的で一緒にライフスコアアルゴリズムを作り上げたんだ。あくまでも市民の中の弱者を特定するためので、決して彼らを標的にするものじゃない。くそ。つまり理論上、テミスは任意のパラメーターに基づいてどんな相手でも標的にするってのか。そうだ、それがキャスの考えだ。天才だがイカれてる。何としても止めるんだ。どうすればいいか分かってる。ライフスコアのデータを消せ。そうすれば
テミスは機能しなくなる。ああ、分かった、やろう。さあ、ファイルの消去と。終わったぜ。表彰式はまた別のタイミングで行いましょう。速やかに脱出してください。そうだね、出よう。出れるかな、そんな簡単にね。絶対敵増えてそうな気がするんだよな、出たら。お、普通に出れてる。面白そうなものを傍受しました。ナイジェルキャスの音声通信です。もういい、言い訳はたくさんだ。俺の町だぞ。デッドセックに邪魔はさせん。金輪際な、テミスは世界を、ロンドンを変えるはずだった。それをあいつら、ヘイミッシュ・ボラージもだ。奴らを捕まえておい。役立たずのバカどもめ、まんまと出し抜かれやがって。奴らは誰にも止められず、何食わぬ顔でホワイトタワーに侵入した。これだけの警備がありながらだ。どうだ、うん、何か言うことはないのか。何もなしか。全員、組織内の全員を再調査する。直ちにだ。奴らに手を貸した者がいる。間違いない。見つけ出してやる。今度こそ全員潰す。よし、これで一件落着だ。キャスは簡単になるだろうな。ライフスコアがなければテミスも使い物にならない。よくやってくれた、ヘイミッシュ。あんたのおかげだ。次にキャスとやるときもまたあんたが必要になる。力を貸してくれねえか。俺は一人でやる方がしっくりくる、アルビアンでの経験上な。だがキャスたちには目を光らせておく。何か分かれば情報を送るよ。それとゼロデイのこともお忘れではないですよね。デッドセックを崩壊させた犯人です。キャスはあの粛清に関わってた。爆破事件にもな。だからあんたの助けならいつでも歓迎だよ、ヘイミッシュ。元気で。さあ、ミッション完了。獣の腹へと。アルビオンチャプターを完了。撲滅運動。名探偵バグリーと時に役立つ人間の助手たちがある事実を突き止めました。テクノロジー業界の重鎮と戦争なりきんが人の弱みにつけ込んで多くの命を奪っていたようです。ええ、衝撃の事実ですよね。怪しい人物といえばメアリー・ケリーの奴隷売買が間もなく行われる予定です。それとたった今コーヒーショップから救難信号を受信しました。まさかこんなところでと思いましたが、もしかすると Wi-Fi が落ちたのかもしれません。それ何か関係あんのか、バグリー。ええ、関係があることは確かですが、冗談を言わなくては無視されると思いまして、2つの手がかりをオプティックにマークしておきました。オプティックにマークね。今からやるものはオークションぶっ壊せと内部告発者がいると。はあ、とうとうケリーを潰すタイミングが来たということか。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。ケリーチャプターも次回開始していこうか。はい、ということで今回ここまでとなります。よければ次回チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。